リチャード・ロングの作品、リバー・ラインズ。リチャード・ロングは、イギリスの彫刻家、美術家。特に、ランドアートに分類される作品を、数多く発表している。1945年、イギリスのブリストルに生まれる。1966年に、ロンドン芸術大学セント・マーティンズ美術学校に、入学。1968年に卒業する。 在学中の1967年に発表した、歩行による線で注目を集め、ベネツィア・ビエンナーレのイギリス館代表に選出された。1976年、1979年、1983年、アートエージェンシー東京にて、古典開催、来日し作品制作も行った。1989年には、ターナー賞を受賞した。 1996年には日本でも世田谷美術館、京都国立近代美術館で古典、参考水行が催された。2009年、高松の宮殿下記念世界文化賞の彫刻部門を受賞。1960年代から画廊や美術館といった場所に束縛されない自然を対象にした作品を発表する。作品は屋外の自然を歩行し、 石を並べて写真を撮ったりその時の歩行のメモを記録に残したりして制作、発表される。採集した石をギャラリーに幾何学的に配置する作品も多い。採集した石は切ったり削ったりはせず、そのままの状態で用いる。歩行する場所は当初はイギリス国内であったが、やがて辺境などにも赴くようになる。アメリカのロバート・スミスソンなどが銃器を利用して、 大規模なランドアート作品を制作したのに対し、リチャード・ロングの作品は自然への干渉を最小限に抑えている点で対照的である。こうした作品を作るきっかけとしては、美術学校にあるような粘土や石膏といった素材ではなく、自然のものを使って何か作品が作れないかと考えたことだとしている。ありがとうございます。